なこです。今回はじゃん、こちらネットで話題の通販サイトテムでたくさんの収納用品や雑貨を注文してみたので、こちら開封していきたいと思います。はい、全部で26点、合計金額は、約38,000円です。大量届くのをね、楽しみにしてました。ワクワク、こちらね、使ってみた様子も紹介しつつレビューしていきたいと思います。まずね、テムをご存知でない方に簡単に説明しますと、テムはいろいろな種類の雑貨や衣料品が売っている海外のショッピングサイトで、アメリカで大人気になって日本には2023年に上陸しました。もうね、驚くほどの低価格、そして全てのご注文が送料無料、購入日から90日間、全ての注文に対して初回返品無料という特徴があります。ユーザーの個人情報を保護することを重要視しており、悪用などは一切ありませんとのことです。こちらの動画の概要欄から商品を購入、またはテムのアプリでキャンペーンコード DKX4287 を入力してお買い物いただきますと、最大15,000円分のクーポンがもらえます。詳細については概要欄をご覧ください。では早速届いたものを紹介していきたいと思います。大量なのでね、テンポよくいきたいと思います。まずはね、キッチンとか食卓で使うような可愛い収納用品を買ったので、それから紹介したいと思います。まずじゃーん、こちら、ちょっと待ってちゃんと包んでね、クッションに包んであるので、ちょっとまずちゃんと開封しよう。まず一つ目はじゃーん、こちら調味料ポットセットです。かわいい。ちょっとね、後でちゃんと組み立てして調味料入れている様子もね、ちょっと間でね、入れたいと思うんですが、めっちゃかわいくない？まあ、こちらはね、まあ、お砂糖やお塩を入れたり、まあ、スパイス系をね入れたりする用の容器です。めっちゃかわいい。こんな感じでね、透明な蓋がついていて、こちらスプーンもついていて、中にこんな感じのものが入れられるもので、ちゃんとねトレイもついています。これがキッチンに置いてあったらすごい気分よく料理できそう。食卓テーブルにね置いてあってもいいですよね。付属の取っ手とネジがついてるので、ここにつけます。こちらプラスのドライバーを使って、4箇所留めるだけです。簡単にね組み立てられました。はい、出来上がったトレイに並べて、もうとっても可愛い。蓋と、こんな感じの緑の容器と、あと金色のねスプーンもついてます。はい、こちらお砂糖と、あとお塩と胡椒入れてみました。めっちゃ可愛い。角砂糖とかね、ミルクのポーションとかね、ガムシロップとか入れてもいいかもしれないですね。感じで締めて使うと、棚に置いておいても素敵ですね。めっちゃ可愛い。他にもこんな感じでコーヒーのポーション入れにしたりね、紅茶のティーパック入れにもいいし、チョコレートとかね、まあ飴とかね、キャラメルとか、そういうちょっとしたおやつを入れてもいいですよね。これもね同じような感じなんですけれども、じゃーん、スパイスポットセットです。いや素敵。こちらもね、さっきと同じようにお砂糖やお塩を入れておくような容器なんですが、すごい素敵。なんかすごい高級感がある見た目ですね。すごい。こちらはね、ま、あのガラスのように見えてプラスチック製なんですけれども、他にも木製のものだったり陶器のものだったり、いろんなデザインの調味料入れ、調味料ポットがあって、もう見ているだけでも楽しかった。まあね、あの透明の方が中に何が入ってるか分かりやすくていいかなと思って、こちらのね透明なものを選んでみました。さっきのとどちらかは食卓テーブルに置いておいて、もう一つはキッチンで使おうかなと思います。はい、こちらはこんな感じの金色のトレイがついていて、透明の蓋と、あと透明のねスプーンと、あとはこんな感じの透明の容器です。もうとっても素敵。めっちゃ可愛い。ミックスナッツとドライフルーツミックスとカラーチョコスプレーを入れてみました。ね、透明だから横からも中身が見えるので、このカラフルなものとか入れるととっても可愛いですね。よいしょ。トレイがあるからね、3ついっぺんにこう持ってこられて、これも楽ですね。よいしょ。次はじゃーん、こちら。はい、こんな感じなんですけれども、回転収納ラックです。はい、こ
ちらは調味料ボトルなどを置いておけるラックなんですけれども、こう下がね、こうくるくる回る、くるくる回る仕掛けになっています。奥のものがね、取り出しにくいような棚とかにこう置いて使うと、こうくるくる、ま、回って奥のものもね、くるっと手前に持ってこれるので、取り出しやすいみたいな、便利なトレイですね。これもね、本当にいろんなデザインがあったんですけれども、このね、金色の足の部分がすごい高級感があって素敵だなと思って、私はこちらを選んでみました。まあ、調味料以外にもスキンケア類だったりとかコスメとかをね、並べておくようなトレイとしてもいいですね。良さそうですね。下がくるくる回りますね。結構大きくて直径は約28センチです。例えばさっきの調味料ボトルを置いて、まあ、こんな感じの棚にこうね、置いておいてもいいですしね。くるくる回るから取り出しやすいですよね。キッチンの釣り戸棚のとこで、結構ね、奥の方って取り出しにくいんですけれども、こういう回転テーブルを使ってね、くるくるくるっと回ってくれるので、奥の方のものもこう手前にくるくるくるって取り出すことができますね。スキンケア類を入れるトレイとしてもすごいいいですね。くるくるくるっと回ってね。あとね、大きめの収納用品も注文したので紹介していきます。ちょっと組み立てた後の映像をお送りするか。まずはこちら、引き出し2つ付きのナイトテーブルです。ベッドの脇に置いて、まあ、小さい照明だったり寝る前に本を置いたりするような、まあ、小型の家具なんですけど、すごいおしゃれな感じでいいなと思って、引き出しが2つ付いています。自分の部屋にこういう収納用品が欲しいなと思っていたので注文しました。はい、こちら組み立てのシーンは早送りでお送りします。もうね、一人で簡単にもう5分ぐらいで組み立てることができました。はい、完成です。はい、こんな感じで、自分の部屋の一角のね、プリンターを置く台としてラックとして設置してみました。プリンターで使うコピー用紙を下に入れてね、すぐさって取れるのと、なんだ、プリンターのインクとかも買ったらここにストックしようかなと思います。下は、まあ、パソコン作業の時に、ね、使うマイクだったり入れてみました。使いやすいし、見た目もね、かっこいい感じで満足度高かった。あとこちら、これも結構大きめだわ。北欧スタイルコートラックです。コートをかけたりね、バッグや帽子などを外から帰ってきた時にポンって置いておくようなラックなんですけど、形がすごいおしゃれですよね。なんだか芸術的。はい、こちらも組み立てていきます。丸いね、しっかりした土台の上にポールをつなげていく感じなんですけれども、こちらもとっても簡単に組み立てられました。すごい高そうに見える、このオブジェのようなコートハンガー。ここの土台、ここの土台もしっかりね、重みがあって倒れづらいようなものだし、こうね、大理石みたいな大理石風の模様だったりして、すごいおしゃれ。めっちゃいい。これすごいコスパ良かった。あとはじゃんじゃん、こちら、こちらはね、折りたたみの収納ボックスです。3段買ったんですけれども、折りたたんでる状態はこんな感じでコンパクトなんですけれども、こうパカッと開けると、よいしょ、こんな感じで、よいしょ、はい、こんな感じでパッチッと留めるだけでパカッと開けることができます。で、これ収納用品に上に重ねられるっていうものですね。こういうあのパカッと開けられるタイプで組み立て式のものってあんまり日本ではなかなか見ないかなと思うんですが、すごいね、良さそうだなと思って選びました。まあ、日用品のね、ストックをちょっと多く買ってしまった時とか、まあ、一時的にね、荷物が増えた時にこの組み立て式ならね、こうちょっと組み立てて、ね、一時的に多くなってしまったものを入れて、またね、そのものがなくなったものを消費してなくなったら、またね、折りたたんで、置いておけるので、すごいいいなと思って使ってみます。はい、こちら2段目3段目も同じように組み立てて、積み重ねて3段の、キャビネットのような形になります。プラスチックなんですけど、ここのね、表面のこの扉がガラスっぽい見た目で、結構ちゃんと高級感ありますね。パカッと開けて物を入れるっていう感じですね。で、下につけられるローラーもついています。
4箇所ローラーをつければ、コロコロとね移動しやすくなります。はい、こんな感じでお尻拭きと袋とおむつと、こんな感じでおむつセットを入れるのにもいいし、こんな感じで買いすぎちゃったっていう食品のストックを入れるのにもいいし、こんな感じでお水のねストックを入れたりする場所としてもいいですね。はい、こんな感じで扉を閉めると中はうっすら見えるけれども、このなんかしましまの模様のおかげでなんかそこまでごちゃついて見えないっていうのがまたいいですよね。取っ手のこのデザインもかわいいね。でここにね磁石がついてるからこうパタッと閉めやすいしね。いや、これすごいいい。もう一個欲しいかも。なんかいろんな大きさもあったし、いろんな形もあったので、ちょっと他も気になりますね。あとは、あ、そうそう、これこれ。こちらね、ちょっと組み立てた様子こちらにお送りするんですが、多層ストレージラックです。はい、こちらも組み立てていきます。こちらも特にね、ネジいらずで積み重ねるラケなので、とっても簡単に組み立てることができました。こちら書類を整理できる収納ラックなんですが、書類をね斜めに入れられる場所が何層もあって、種類別に書類を整理しやすそうです。ローラー付きなのでたっぷり書類を入れて重くなってもコロコロと移動することができます。はい、こんな感じで子供のね教材とかそういう書類を入れてみました。一番上の部分はこんな感じでまっすぐあるので、こういうとこにね、まあ、ちょっとした小物だったりちょっと仕切りをつけてペンとかね立てるっていう感じで、ここにペン入れてもいいんですけど、ここにまあ飲み物とか置けたりね、こっちにも同じく丸い場所があるので、ここにも飲み物2つ置けますね。はい、で下に行くと 1,2,3,4 っていう層があって、でくるっと回すとこんな感じになっていて、またねそれぞれ書類が入れられますっていう感じですね。はい、横から見るとこんな感じで、いやめっちゃ使いやすいと思う。色はねいろいろあったんですけれども、この薄い緑色が可愛いなと思ってこちらを選びました。次はこちら。いやこれも楽しみにしてた。はい、こちらはね色違いでね2つ買ったんですけれども、クリエイティブ収納スツールです。ブルーとベージュの2色買ってみました。これね組み立てると椅子のような感じで座れるんですけれども、中にね物を収納することができるスツールです。いや結構思ったよりね大きめで、たくさん物が入れられそうな感じがする。こちらも組み立てとっても簡単で、ボックスを広げて底板を入れて上にね蓋をするだけです。めっちゃいいじゃん。こっちがベージュで、このブルーの色も素敵だしね、この布の感じもちゃんと高級感あるっていうか、すごいしっかりしてる。今こんな感じでね座れますね。上のクッションの部分がこう蓋になっていて、で、中に物をね収納できるっていうねスツールですね。いや結構ねちゃんと大きめで、あの座り心地もすごいいいし、たくさんの物が入りそう。はい、こんな感じでリビングで使ってみました。我が家のダイニングテーブルにはね高さがちょうどあってね良かったです。まあ、リビングでさっと使いたいものがパッと取り出せるのでとっても便利です。まあ、タオルとかね子供のお昼寝に使うものとか入れたんですが、まだまだいろんなもの入れられそうです。見た目も素敵だしね、これ注文して良かったですね。あとはじゃあこちらはですね、こんな感じのカゴみたいな形をしているんですが、このね3本ついている足を下にねくるくるくると入れるだけで、はい、こんな感じで簡単に組み立てができる木製の足つきフラワーポットです。はい、観葉植物ちゃんをねなんかおしゃれな感じに置きたいなと思ってこちらを選んでみました。はい、こんな感じで観葉植物ちゃん入れてみました。足もねしっかりしていて安定感もあるし、ナチュラルな色なんですけれどもおしゃれな感じに見えて、いやこれも満足の商品でした。あとはこちら、じゃーん、こんな感じで入っているんですけれども、じゃあマルチレイヤー収納ラックです。
こちらは、本来はね靴を置いておくようなラックみたいなんですけど、まあ、私は自分の部屋でパソコンの部屋で、まあ、ディスプレイラックみたいな感じで使いたいなと思って買ってみました。はい、こちらも簡単ですけれども組み立てているシーンをお送りします。もう板の上に柱をくっつけるようなのを、何回も繰り返せば、こんな感じでマルチレイヤーラックの出来上がり。ディスプレイラックとして置いてみました。同系色のものとかちょっと私の部屋にあるカラフルなものをここに集めました。一見ごちゃっと見えがちなカラフルなものもこうやってポップな棚に飾るとまたねなんか可愛い感じになりますね。はい、ということで大きめのものは以上で、その他のね収納用品、収納便利グッズ紹介していきます。まずこちら、じゃーん。こちらは仕切り付きメッシュ収納ボックスです。2つのね大きさのものを買いました。こちらはねお洋服を畳んで収納するのに使うような収納用品なんですが、こんな感じでね間に仕切りがついているので、お洋服をね一枚一枚こう畳んで入れてこうぐちゃっとならずにねお洋服を収納できますよっていう収納グッズですね。とね使ってみたかったので注文してみました。使ってみます。はーい、こんな感じで入れてみました。めっちゃすごいいい感じに整理できる。こっちが、パンツ類でこっちがトップスですね。こう仕切りが間についていて1枚1枚畳んで入れてるような感じなんですけれども、今日はどれにしようかなってシュッと取り出しやすい。やっぱ引き出しとかに縦にこう並べたいと思ってもやっぱこれ仕切りがないとパタって倒れちゃったりするから、これすごいと思うね。全部取り出しやすい。こっちのトップスもセーターっぽいニットってやっぱり縦に並べるってなかなか難しいから、これはすごいいいんじゃない。クローゼットのねこういう棚にこんな感じで入れてみました。ちょうどいい奥行きで手前に引き出してパッて取れるからねいいんじゃないでしょうか。下のパンツもこんな感じで入れてみました。いいじゃん、整理整頓できるわ。次はこちら、ジッパー付き折りたたみ収納バッグです。はい、え、かわいい。こちらはあの季節外のねお洋服を入れてクローゼットとかに収納しておくような収納バッグなんですが、柄がねもうすごいかわいいなと思ってこちらを選んでみました。子供服とかを入れておきたい感じですね。はい、まあ、大きさもいろいろあったんですよね。そろそろこの厚手の冬服のセーターをしまおうと思ってたんで、入れてみたいと思います。はい、こんな感じの厚手の冬服なんですけど、冬服結構12枚ぐらい結構ねたくさんの量あったんですが、全然まだ余裕でねあと10枚ぐらいは入りそうですね。めっちゃ大容量。チャックがついていてこう横に手で持つ部分が2つついてるので、これでよいしょって持ち上げられますね。せっかくこの大きさなら布団とか入りそうですよね。分厚めの掛け布団入れたんですけど、もう1枚入るです。おお、あ、余裕。掛け布団2枚入りました。お客さん用のお布団のセットとかね、まとめて入れておいてもいいかも。あ、いいじゃん。見た目がもう可愛いですね。次はこちら、じゃーん。はーい、こちらじゃん。こんな感じの部品がついているんですけれども、こちらは壁掛けバスルームの収納ラックです。まあ、お風呂で使うねシャンプーとか洗顔フォームとかを置いておけるラックなんですが、このついてる部品で壁につけられるタイプなので使いやすそうだなと思って選んでみました。こんな感じの透明のシート部品とこちらラックですね。このラック見た目なんか重そうに見えるかもしれないんですが、結構ね軽くてかける収納としてはいい感じ。今ねここお風呂なんですが、お風呂のこの壁ですね、壁にこれを貼る感じですよね。透明のシートのこの金具の部分がくるくるくるっと回すとこんな感じで取れるので、穴にこうシュッと入れてで固定するような感じですね。はい、でこの透明なシートの後ろ側、シールみたいな、あの粘着するタイプのシートになっているので
この台紙を剥がして、でお風呂の壁の好きなところにこう貼ると。お、貼れた。あ、すごい簡単。すごいいい感じ。見た目もなんかかっこいいですね。洗顔フォームだったり泡のボディーソープだったりを置くと。すごい。もう網やみだからね、水分がすぐ下に出てくれるからボトルの底も乾きやすいしね、いいんじゃない？次はこちら、じゃん、デスク下に入れるデスク下引き出し収納です。粘着テープが付属でついていて、デスクの下に貼り付けておくような引き出しなんですが、棚とかにも使えそうですよね。ちょっとしたデッドスペースを有効活用できそうだなと思って買ってみました。すごいね、見た目も素敵だし、すごいしっかりしてる、がっしりしてる。はい、こちらこんな感じで開いて、中にね、説明書とこちら両面テープが入ってますね。すごいね、ちゃんとしっかりしてます。付属のテープを貼ると。がっつりしっかり貼れそうな広い粘着テープですね。ではリビングのテーブルなんですが、この下にね、ちょっとした収納があると嬉しいので、これを貼ります。お、貼れた貼れた。めっちゃさりげなく収納ができました。あら、いいですね。もうパッと頻繁に使うボールペンとかね、体温計とかを入れておけますね。で、こういう割り箸も入ります。フォークとかスプーンとか、お客さん来てちょっと取りたいよみたいな時にもうスッと取れますね。ちょっとボコボコってなっているおかげで、中がね、うっすら見えるは見えるけれども、そんなにごちゃっとして見えないみたいな感じで、考えられてる。よ、まあ、こういう棚にね、こうちょっとした引き出しを作ることもできます。ちょうどね、ちょっと使いたいものが入れられる大きさ。あと、じゃーん、こちらクリア小型プラスチック容器20個です。こちらはこんな感じの、じゃん、蓋付きの、まあ、ほんと小型のね、プラスチック容器なんですが、なんとこれがね、20個も入って、436円。安い。まあ、アクセサリーをね、持ち運ぶのに使ったりだとか、まあ、クリップとか、小さいコード類とか、細かくて、こう、バラバラになりがちなものを入れて並べておくのに良さそうだなと思いました。もうほんと透明なので、中に何があるかね、すぐわかるので、すごい使いやすそうだなと思います。例えばこんな感じで、ヘアゴムだったりを種類別に入れたりね、小さいヘアピンを入れたり、コインを種類別に入れるコインケースとしても使いやすいし、切手を種類別に入れてもいいですよね。で、まあ、例えばこれ元々持っている容器にこんな感じで立てて並べても、中に何が入ってるのかね、もうパッと見て分かってパッと取れるからいいですね。すごい使いやすいと思う。いいじゃん、いいじゃん。はい、ということで収納用品類は以上で、あとはね、あのインテリア雑貨もいろいろと注文したので紹介します。まずはこちら、LED イルージョンテーブルランプ。これ枕元にね、こういう可愛くて優しい照明があったら癒されそうと思って選びました。しかも449円ってめっちゃお買い得。 USB の線につないでつなぐような感じですね。この猫ちゃんの形をしたプレートは、裏にこの保護テープみたいなのがついてるので、これは使う前に剥がすみたい。かわいい柄が出てきた。あ、かわいいこれ見えますかね、お月様と猫ちゃんのかわいい柄のプレートですね。ここの下の電源のところにこうガチャッと置くだけでいいんですね。はい、じゃあ電源入れてみますね。じゃん。おー、めっちゃかわいい。下のこの電源の部分が LED の光がつくようになっていて、そこからね、このアクリルのね、透明の部分に光が当たって、猫ちゃんの猫の姿と月の姿が映るっていうね。いや、これは癒されますね。
あとこちらじゃーん、お花のクッションたちです。3つ注文してそれぞれね、値段は違うんですけれども、ピンクが496円、黄色が529円、茶色が462円です。お花型のクッションってすっごい可愛い、娘が喜びそうだなと思って選びました。子供部屋に並べたら可愛くなりそう。はい、こんな感じで子供部屋の遊びスペースの一角に置いてみました。可愛い、ちょうど子供が座りやすそうな大きさだし、背もたれとかにもねしやすいだろうし、めっちゃ可愛い。こんな感じでベッドのね枕元に並べても可愛いですね。じゃん、こちら、ボヘミアン円形ピローカバー、すごいねデザインが素敵だなと思って選んでみました。はい、こちらカバーなので、まあ、自分でね、クッションを中に入れて使うようなものですね。ポンポンね丸いのもついていて、すごいしっかりした作り。こういう丸型のクッションもともと持ってたものなんですが、これにこうちょうど良さそうだったので入れていきます。裏にこうチャックがあるのでね、よし、はい、こんな感じで、あ、いいじゃん、見た目がすごい可愛いし、生地もね結構ちゃんとしっかりしてて、なんか洗濯もしやすそうだし、めちゃくちゃいい、めっちゃ可愛いじゃん。あとじゃん、こちら正方形タイプのクッションカバーを2つ注文しました。お花の刺繍のクッションカバーです。可愛い、こっちはこんな感じ、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いし、作りすごいしっかりしてる。うーん、花の刺繍が可愛いですね。こういうのって普通に買ったらね高かったりしますけれども、テムならお手軽な値段で買えます。これも本当いろんなデザインあったんですが、この2つの色合いが可愛いなと思ってこちらを選んでみました。こちらどちらも 45cm×45cm の四角いね、ヌードクッションを入れたんですがぴったりでした。うん、かわいい、なんかお部屋が一気に明るくなりますね。肌触りもね問題なくさらっとした感じですね。裏側は、白い感じで、オフホワイトみたいな、優しい色合いでね、いやとっても良かった。こちらもあとはちょっとした雑貨類なんですが、はい、こちら、はい、こんな感じのカラフルなサンキューシール500個入りロールです。こんな感じのカラフルでスマイルな顔とサンキューと書かれている丸いシールなのですが、まあ、娘のお友達にね何かちょっとプレゼントしたりとか、誰かに何かお礼する時とかのラッピングにすごい使いやすそうだなと思って注文してみました。500枚も入って174円ってすごい安いですよね。ほんとこんな感じでちょっとねお菓子をねあげるよみたいな時にサンキューってシール貼ってねあげたりとかね、娘のお友達にちょっとプレゼントするよみたいな時にもすごい使いやすい。もう丸っていうのはスッと貼りやすくて使いやすいですね。使いやすいし可愛いし、コスパもすごい良かった。いやこれ良かったわ。あとはじゃん、こちらすごいねコンパクトなんですけれども、こちらはですねバランスボールです。はい、ちょっと空気膨らませた映像こちらです。はい、まあ、自宅でのフィットネスに使うような大きいボールですね。パソコン作業するときに、まあ、椅子代わりにしてこれに座ってパソコン作業すればインナーマッスルが鍛えられて良さそうと思って注文してみました。よいしょ、これでバランス取りながらパソコンやったら確かにすごい運動になる。低いっちゃ低いけど、まあ、普通の椅子も使いつつちょっと気分転換にこれで運動しながら仕事するっていいかもしれない。ということで以上です。はい、ということで今回は話題の通販サイトテムで注文したものを紹介してみました。実際にねテムを使ってみて思ったのは、海外通販ならではの素敵なデザインのものがお安い値段で購入できるっていうのが本当にすごくいいっていうのと、あのサイトに載っている使用例の写真が素敵なインテリアのものばかりで、もう見ているだけでも楽しいし、商品数もねとっても多いので欲しいものを選ぶのがねすっごく楽しいなって
と思いました。こちらの動画の概要欄のリンクから商品を購入、またはテムのアプリの検索バーでキャンペーンコード DKX4287 を入力してお買い物いただきますと合計1万5000円分のクーポンがもらえます。クーポンの有効期限はリンクをクリックしてから24時間以内ですので、注文はお早めに。本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。バイバーイ。